そうですね。これチェーンケースカバーってどんだっけ？出てくるの？バーディーの。バーディー中止のチェーンカバー。ね。今撮ってんだけどさ。うん。これもしかして全部外さないと撮れないパターンか。え？それも撮んの？そのスタンド。さすがにそんなわけないでしょ。鈴木さんだぞお前。分割できねえんだ。そう。これあるんだから、こいつ外してこれだけでなんとかしてね。ここの部分だけでなんとかしてないんですよ。クリップ見るだけだったらこれでいいんだけどね。まあ実際そうだけど、うん、そしてさ、すっげーチェーン綺麗。どれだけ乗ってないの、うん、これ取ろうとすると大変なんだ、うん、へえ。まあ今日の目的はこのチェーンクリップをね綺麗に取れるかどうか。チェーンカバーが取れなくてもいいんだけどね。取ったい。チェーン綺麗だし、このカバーない方が楽じゃね。まあいいけど、ピンからコロンなんつっても大変なことあるよ。そこが外れると、うん、結局これも下手すと取んなきゃいけない、うん、そして鈴木は、うん、それやるんだったらこれ取れよっていう前提じゃん、うん、このカバー、うん、ここはあくまでも見て、あ、チェーンくっついてるなって終わりのパターン、うん、あとはタイヤ交換していい。チェーンお前ら外さないじゃん、そうそうってことを前提にしてから。カバーは外すんだったら本当に、うん、なんだこれも外すのか、うん、こいつも外すよ。あら、カブに慣れちゃうとめっちゃめんどくせえな。じゃあカブに慣れてなくてもめんどくせえよ。この堅牢のカバーはやっぱそれなりの代償があるんだね、うんうん、触らないやつこれなんだよ。問題があってね、取れねえんだよ。そのちょっとプライヤーの説明いいかな。いや、プライヤーの説明うんないよ。うん、うん、もうそれどころじゃねえと、うん、取れねえんだよ。あ、もうそっちのライト使わないで、そっちのライトちょうだい。暗くて見えねえよ。だんだん監督に余裕がなくなってきて、うん、言葉遣いがね、荒々しかった。説明とかするところじゃないよね、うん、試しにやってみっかなって、うん、その試しの段階でもうやべえんだから、うん、試しの段階で取れねえんだよ。ていうかさ、うん、このバーディーで試そうとしてるのが間違ってんじゃないの。これ不便でしょ絶対。ワイビー出すかいいじゃん。ワイビーって持ってる。ワイビーんとこ行く。ワイビーんとこ行く。これはチェーンクリッププライヤーを自作しました、うん、はい。ほら外すの場合逆なんかあれだね、色でもつけた方がいいかもね、うん、赤い方が下だよっていうか、うん、赤い方がピン側とかさ、何かしらと、うん、飛んだ今飛んだ、すぐ回収したよかった。これなくなったらもうこれバイク終わりだから。でつけるときは回転方向合わせて、一発。ちょっともう一回やってみて。もう一回やるよ。外すときは。まあ飛んじゃうけどすぐだよね。まあ、うん。